入ってみますか。ね。すいません、遅くなりました。こんにちは。こんにちは。さあ皆さんこんにちは。はい、こんにちは。おはようございます。こんばんは。おはようございます。テンポが。小田さん。はい。ここはどこでしょうか。ここはですね、千葉県の新ケミ川にあります、はい、レスト一丸二丸に来ております。よし。もう馴染みがある場所になっておりますけども、ここ の,、うん、あのレスト一丸二丸で、うん、私たち6ディム渡りと小高ですね、はい、もうかれこれ5回ですよ。5回ライブを行ってきまして、やってますね。もう年数的にはどれぐらいなんですかね。3年ぐらいやってるんですよ、はい、そうなんです。定期的にやってて、すごいでしょ。で、うん、2024年はい、ここにいるということは、ということは、はい、2024年もやります、うん、よっしゃ、よかった。いつですか。7月の6日の土曜日でございます。七夕イブですね。その通りです。あ、七夕イブにやりますという、はい、ようやくだから会えるかなっていうね。あ、え、ただね、うん、今日さ、はい、3月の6日なんですよ。あ、気づきました。はい、だいぶ早いちょっと早いんです。会場に来るのはちょっと早い。そうでしょ。うん、これどういうあれですか。いや、これはですね、はい、やっぱりこう今までね5回やってきました、このレスト一丸二丸っていう、うん、動物たち、はい、犬もそうだし猫もいるし、うん、チンチラいたりとか、チンチラいたり、フクロウいたりとか、もう本当にいろんな動物、うん、こんなにいるのかっていうぐらい、うん、そういう動物たちと一緒にご飯食べたりとか、うん、はい、お食事楽しんで、まあ、僕らのライブの時は、うん、ロクディムのこの即興ライブ、このスペシャルな場所だって、はい、ずっとこう言ってきてる、はい、わけですよ。そうなんです、うん、ですが、ですやっぱりなかなか、うん、このレスト一丸二丸の魅力もまだ、うん、皆さんにはちょっと届いてないかなと。もっと届いてほしい。一回来てもらえれば、はい、そうなん、わかるんだけど、うんうん、やっぱりこの魅力もっと伝えたい。そうだね。もっと僕らも関わっていきたい、うん、6回目にしてね。そうだよね、はい、なので、うん、料理を考えるところから、うん、今回の料理どうしようっていうところから、もうだいぶあのレスト側にとかも、はい、もう入ったってことですよ、ね、どっぷりもう使って。我々の即興芝居する人たちなんだけど だけどもうここのね、はい、もう店主であるね、はい、ミカリンとクマちゃんが、はい、すごいことするんですよもうね、もうびっくりするよね、まあ、メニューに自分たちの写真とあと自分たちの名前が書いたものの料理が載ってるんだもん、はい、もうだから最初僕はあの餃子が好きでね、そう、好物餃子なんですって話から、うん、小田餃子ってオリジナルの餃子が出ましたね、作っていただいた、うん、それからずっと売ってるっていうそう、お客さんとしたら誰ですか小田餃子って何なんですかっていう、普通に餃子屋の人かなって思われてると思うんだよ、はい、ねえ、なんか餃子作った人みたいな感じになってるんですよ。そして、はい、渡りさんも、はい、スパイシー渡り、スパイシー渡り、もうね、もうカレーって書いてないの、スパイシー渡りも、ね、カレーってもう書かずにスパイシー渡りとだけ書いてあるから何ですかって、まあ、その後にね牛タンカレーですみたいなね、そうそう、あのセリフが書いてあるんですよ、うん、本当は牛タンカレーが僕のルーツなんだえ、タンですってこのセリフ言ってない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 けども、だからすごくないっていうね、はい、だからここのお二人が遊び心がすごいっていうことで、はい、やっぱりさ、うん、やっぱこの料理の名前にね、はい、我々になるなんて本当に光栄なことだけど、うん、ちょっと待てと、はい、関わったのかのじゃあ実際ね、この料理作るにあたって、うん、僕らが本当に作ったのかっていうと、ごめんなさい、ないんです、はい、実際はもう料理はもうプロフェッショナルのミカリンにもちろんそうですよね、はい、お任せして、うん、そう、もうあとは待つだけっていう状態で迎えてたんです、うん、そうです、これを食べに来てくださいってやっぱ言えるようにしとかないと、うん、確かになかなかやっぱ皆さんにね、うん、そこまで届かないんじゃないかっていうことで、はい、3月に来てもらいました。なるほど、はい、作戦会議ってことですか。作戦会議です。まずはうん、スパイシー渡りあるでしょ。ありますね。スパイシー渡りはあるんで、これはもう行き、うん、これは行きね、はい、小田餃子も、小田餃子もまあありますあります、ね、あります。これもう、これはもう普通に美味しいから伝統のね、伝統のやつ味として餃子屋の人じゃやって今回はちょっとカレー縛りで、うん、行きたいなと思って、
でカレーってやっぱいろんなものあるじゃない。あるね。スパイシー系もあるし、マイルドなやつもあるし、うん、スープもあるし。スープもありますよね。だってスパイシーカレーあるから、うん、今出たらやっぱりスープなんじゃないって思うけどね。そうなんですよね。スープ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 カレーの方向で、スープカレーを作る、スープカレーを作るにしますか。しましょう。はい、よし、じゃあスープカレーを、はい、我々もコミットしながら、はい、どんなスープカレーにするのか、はい、今日は考えたいと思います、はい、動画を撮るんなら俺が出ないよ。本当だな。うん、久しぶり。おパンチョに、おパンチね。にゃんにゃんって言ってんな。普段パンツ履いてるね。今ちょっと発情期なの。ああそうなの。はい、ちゃんです。かわいいね。さあ、はい、ということでスープカレー、そもそもどう、スープカレーって、はい、食べたことありますか。食べたことありますよ。ありますか。はい、うん、いろんなトッピングができるんだよね、スープカレーって。そう、そうよね。だからお野菜をこういろいろ入れたりとか、うん、こう好きな野菜ね、トッピングね、結構ね、豊富に入れられますね。やっぱ野菜多いイメージあるね。そうでしょ、うん、体に、カレーってやっぱ体に、ただでさ体にいいイメージ、うん、僕は勝手に持ってるけど、はい、スープカレーはもうまさに、そうでしょ、うん、野菜も取れるし、そうなんです、いいイメージあるね。でやっぱりね、このレスト一丸二丸は、うん、野菜美味しいんですよ。料理にこう野菜、うん、やっぱりもちろん使われてるんですけど、うん、この野菜がですね、ここの無農薬自然栽培のマイラブファームさん、うん、この野菜をね使ってたりするので、うん、その時期、今度の7月ぐらいにこう取れる野菜を使わせていただこうじゃないかということで、うん、いいね、はい、しかもあれでしょ、うん、そのやっぱ収穫する時とか、はい、まあ、または、うん、まあ、その仕込む時なんだ、はい、にちょっと僕たちも関わらせてもらえる、はい、少しね、手伝いさせてもらえたらということで、まあ、そうでこそだよね、はい、やっぱその子たちが生まれる家庭ないし、はい、なんかこう取り出す時とか、はい、やっぱこう関わってない、そう、こうだったんですよこの子たちっていう、あ、いいね、ところからいかないと、もう愛着湧き始めた。土のところから見させてもらうっていう、しかも無農薬ですよ、はい、もうまずここに行くことがすごく楽しみな、はい、でしょ、イベントだもんね。どうやって作ってんだろうみたいなところもまた、ここの野菜を、はい、まあ、入れると、はい、これはもう決定、何か入ります。もうこれだけでいいじゃん。いや、またここスープカレーとか、またメインの食材、これいろいろあるんですって。メインがある、はい、メインって言ったら野菜以外っていうことでしょ。野菜以外、なんか鶏肉がやっぱ多いんですか。そうですね、鶏肉が北海道だったらマトンが入ってます。マトンね、通じってことですかね。そうなんですよ、はい、あ、じゃあそのメインとなる、はい、主役を決めようか、うん、今日はだからね、畑にはちょっとまだ行けないので。そうですね、はい、メインの食材を決めていこうじゃないかということで、やっぱこう想像上じゃなくて、やっぱ食べてみないことにはやっぱね、うん、そうなのよ。あるんですか。ありますよ。あるんですって。ということで、自慢のスープカレーの素っていうやつを使って作ってます、うん、へえ、うまそう。辛さは辛くないように調節してある。あ、そうなんですね。今回は辛くないやつですね。辛くないです。肉が、手前のがラムで、これがラム、はい、奥のが鶏もも肉。鶏もも肉、お肉は塩コショウだけしかしてないので基本的な感じ。あと中には玉ねぎとじゃがいもが入ってます。さあ、いただきますか。はい、うん、実際ね、はい、作っていただいて、もう美味しい匂いがすごい。いやー、もうハクちゃんがもう食べたくてしょうがない。もうね、ハト君が来てますけど、ラムからいこうか。ラムからいきますか。渡、はい、さん、まずはじゃあいきます。どうぞ。はい、まずスープからね。はい、どうですか。いいね、うん、普通にうまいわ。これで決定しちゃうぐらい。こっからさらに。まあラムみたいな感じですね。はい、うん、おいしい。うわ、もうラムがもうラムですよ。ちょっと食べてみましょう、うん、ラムがもうラム、うん、うまい、うん、
ああちょっと辛さもね、うん、ありますね。あ、美味しい。羊のラム。ラムいってみて。あ、いいですね。でしょ。決定。まだ早い。まだね、一つ目ですから。はい。チキンの方も行ってみましょうか。お、スープ一緒だもんね。一緒です。スープは一緒。うん。でもやっぱメインが違うから。またちょっと印象違う。うん、印象違うよ。ですか。ああ、いやもうどっちもめちゃくちゃうめえ。肉うまいね。うん。うん。うまい。食レポとしてはさ、もう本当に我々も言語数の語彙力よ。もも肉ですね。はい。うまいね。柔らかいし。ああ、どっち、うん、まずね、うん、に、お肉とかでしょ。お肉以外でもいいんですよね。そうですね、魚とか。お肉以外でもいいんです。またお肉を違う加工してもいいです。あ、魚のパターンって なんかあんまりないよね。食べたことないかもね。サバとか入れますか。サバ、うん、サバちょっと考えました。ねえ、あ、サバを竜田揚げにして乗せようかなと。はあ。僕はね、お好きな食材というかね、うん、あってタコ。タコ、はい、あとタコ好きなの。タコとかね、イカとかね、うん、あ、好きなの。あのこう弾力のある、ああ、あれ系が好きで、はい、タコのスープカレーとか。どうですか。もう聞いたことないかもしれない。ねえ、あと鹿肉とか言うってことですかね。鹿肉も美味しい。あ、鹿ね、何何がいいかね。タコも確かにあるよね。いいでしょ。でも主役としてはさ、うん、どう、タコ主役になるかい。そうなんですよ、うん、もうなんかあの相手役じゃない主役の、うん、言ったとしても脇戸ね。そう、ちょっと、あ、あいつ結構味があっていいなとかさ、うん、それぐらいの感じなのかなって思う。そうだよね、タコメインってなるもんね。タコのスープカレー生きてってあんまならない。ならない。確かにね。ね、たこ焼きとかだったら。たこ焼きね。たこ焼きをスープカレーに入れてみる。明石焼きならぬ。明石焼き。そうかそうか。そうそうそう、ああいう系あるね。たこ焼きだとスープに合うから。そうか。はあ。無理やりたこを主役にして乗せただけの発想ですけど。どうだろうね。くまちゃんどうですか。たこ焼きいいじゃないですか。たこ焼き。たこ焼き。明石焼きイメージいいですね。ねえ、明石焼きのカレースープバージョン、うん、ちょっと飛び道具的になるよ。そうね、うん、だってマトンとチキンと、うん、たこ焼き、うん、結構メインあってさ、うん、な、うちも決まりましたか。チキンで。ボケしないな。その並びで来られちゃったらね。確かにね、そのラインナップだったらね、ちょっと冒険しにくいよね。やっぱ安定してますから ねチキンとかマトンはね、高視聴率ちゃんと取れるから。そうだよね、まあ、安心なんですよね。たこ焼き、やっぱ安心感って大事だよね。そうだね。そう、たこ焼きだってまあね、安心感ある主役の。いや、そうだよ。ほんとはもうたこ焼き食べたい、うん、一番そのね、うん、あの庶民にこう寄り添ってくれる、うん、感じなはずなんだけどな。ほんと難しいもんだね。そうだね、はい、でもお魚はなんか良さそうだけどね、うん、だからラーメンでもさ、ニシンだっけ、ニシンラーメンだっけ、なんかあるじゃん、魚がバンって乗ってる。おお、そういう意味ではニシンに入れてもいいのかな。どうですか、そのマトン、チキン、ニシンってどっちも決まりましたか。チキン。
チキンをどう料理するのかっていう、今塩コショウ。そうだね。またそれもあるよね。それもあるよね。でも肉を塩コショウ以外にやるとしたら、うん、何があるんですかね。ポリテンってあるから天ぷらにも。ああ天ぷらね、やっぱだからいい。チキンフライとかもいけるし。そっか。だで炒めるんじゃなくて焼き鳥みたいな油落としちゃう。ああ。ラーメンのチャーシューじゃないけど薄切りにして鶏の、うん。ハムみたいに。ああ、ありますね。教えてもいいし、うん。あ、絶対うまいな。美味しいね。それは間違いないわ。難しいね、これ。うん、これを決めなきゃいけない。すごいですね。大変なんです。ねえ。とりあえず肉。肉。やっぱ肉っすね。肉か。うん、やっぱ肉じゃない。こうなってくると。うん。やっぱそのやっぱロクディムっていうのはさ、うん、自分たちの面白さっていうよりもさ、うん、やっぱり見に来た人たちのためのことばっかり考えるじゃない。そうだね、はい、だそういう意味ではね、奇抜なアイディアとかじゃなくてね、うん、本当に喜んでもらうのは何なんだって考えようよ。そうかそうか。そうするとやっぱ小田さんなんかさっきから何回聞いたってチキンだって言ってるわけだから。やっぱりそこに答えあるもんね。あるじゃん。やっぱりチキンはチキンなんだけど、うん、どうだいっていうね、はい、チキンをだからどうするかっていう方向に行った方が。だからやっぱりこう即興やっててね、うん、まあ、チキン風に吹かれたプレイヤーほどさ、うん、やっぱりいろんなことをチャレンジできなくなるじゃない。チキン風もそう、いやそのチキン揚げてやれみたいな。もう灼熱の油でお前のチキンを揚げて、はもうガッと揚げたやつをスープにバッと入れて、うん、でもそれ食いなみたいな。あでもいいかもね。そういうなんか意味をつけてみました。あ夏だしこう、あそうそうそう、夏でこうちょっとね元気やっぱ出してほしいし、出した方がいいもんね。負けるなよと、体から負けるなよと、うん、で気持ち持たず、うん、それをこう食べて、うん、よし頑張ろうみたいな風になれる。確かに確かに、いいかもしれない。それそれいいっすね。夏だからこうお酒好きな方はね、うん、ビールにも合いそうです。合うね。じゃチキンをあげる。チキンをあげる、はい、あげるっていうとどこ、から揚げってことになるんですか。揚げるっていうと、まあ唐揚げみたいな片栗粉とかの衣もあるし、はい、うん、さっき言った天ぷらの衣もあるし、そうか、フライもあるし、あと素揚げもある。素揚げもある。山賊揚げっていう。山賊揚げ、山賊焼きは、山賊焼きっていう知ってますか。はい、山賊焼きってどういうあれなんですか。あの長野の方で食べるんですけど、うんうん、ニンニクビタビタの揚げ物ですね。はー、ニンニクビタビタ、うん、鶏肉味付けるときにニンニクものすごく揉み込んで、あ大きいまんま唐揚げみたいにする。すげえ。アラブのニンニクでムハムハ。あいいんじゃないそれ。いいね。なんか山賊焼き自体が結構味濃いめに作るので、うん、はい、そこにちょっとカレー味を入れとけば、はい、合う、余計合うかな。うわイメージがあるけど、すごくこう満足感のあるものになりそうだよね、うん、すごいね。今聞いた感じだと、うん、でも今の山賊焼き、うん、ほらなんか、うん、今言ってたその方向性に合ってんじゃないかなとは思ったよ。その元気出してこうチキンを吹っ飛ばせみたいなね、チキンな心とか、うん、そうだね、ね、夏に負けそうになるなみたいなところを、うん、ニンニクのグッと入れて今週と控えにもうみんなで分かち合いますよ。そうだよね、みんな食べるわ、何も大丈夫大丈夫、ね、スパイシー渡りの方にもニンニクは入ってるんですか。入ってないです。あ、そっちは入ってないんだ。じゃあむしろいいじゃんね。あ、だからちょっとニンニクは、あ私はちょっと匂いはあれなんですっていう人はスパイシー渡りの方、そうだね、それ選べばいいかもしれないしね。だからスープに、はい、山賊、山賊焼き、山賊焼き、すごい組み合わせじゃない。すごい。いいかもね。で野菜はほらまた、うん、そうだね、ヘルシーなもの、野菜でバランスが取れるかもしれないよ。それですね。これは来ましたね。うんうん、一応だからたこ焼きも買っとこうよ。ありますよと。ありますよと。たこ焼きももしあれだったらつけてみる。どうですか。よくねトッピングとかあるもんね。そうね。トッピングでたこ焼き。すごいね。そのまま食いたいわみたいな。そうだよね。じゃあそれでいきましょうよ。その方向でいきますか。その方向でいきましょうよ。はい。
またね、はい、まだ4ヶ月ぐらいありますから、はい、ちょっと待ったちょっとこれまずいぞとあるかもしれないけど、その時はまたぜひ、ね、報告しますから、はい、はい、分かりました。ひとまずね、主役が決まりました。はい、はい、チキンで、はい、山賊焼きで、山賊焼きでいきましょう、いきたいと思います、はい。さあ、小田さん、はい、なんか急にちょっと違うでしょ。だってスープカレーの、はい、ね、もうメインとかも決まって、はい、決まりまして、でももう撮影終わりと思いきや、いや、はい、これはいや、やっぱりね、はい、食べるものですから、はい、それをこう器をこう盛り付ける器が必要なわけですよ。なるほど。そこもそこもこう僕らがやったらどうだと関与してった方が、これ誰のアイディア、これ誰のアイディアですかね。これミカリンですか。ミカリンが、はい、ミカリンが、はい、つまりこういうこともやってるっていう、そう、できるのよと、そうです、どうですか、陶芸的な、そうです、はい、いろいろできる、本当に動物のことももうすごいし、ね、すごいしね、料理もすごいしで、かつそのお皿も作れるし絵も描けるし、そう、お皿だけじゃなくてそこに絵も描けちゃうんですよ。どういう、もっと言ったらもう服とかね、動物が着る、うん、犬のね、洋服とかも作ってますよね。そうですね、ちょっとなんかそのミカリンのワンマンショーやしかも、ね、もうなんかね、うん、なぜそうなったのかっていうところが、そうそうそう、そこは気になりますけど、気になるは気になるんですけど、今回は、はい、器を作りましょうということで、はい、じゃあスープカレーが入る器を、はい、作ろうじゃないか、はい、ということで、これはどういう感じなんでしょうか。はい、粘土で作るので、はい、ちょっと説明していきますね、はい、必ず袖はまくってください、はい、そうですよね、いいですね、なんかちょっとワクワクしてきた。あ、なかなかね、ないお皿を作るなんて経験ないもんね。すごいよ。粘土板に、はい、ね、この板を置いて、板を置いて、うん、で伸ばす。なるほど、はい、この厚さのお皿ができるわけです、はいはいはい、これを置くかっていうと自分の感覚でいいじゃないかって思うかもしれないんですけど、はい、これだとやっぱり大丈夫、これ気になるんで、そう、何でもよ、これでね、はい、じゃあ私はこれで伸ばしていくと、はい、お、はい、早速結構な、いるんじゃない、これは、あれ、さっきミカリンがやってたの簡単にやってたなんかね、あららら、ガシャーンってなるのよちょっとにゃーなるか、そんな硬いですか。いやいやいや、そんなに簡単なことじゃないですよ、これ持ち上がらないと無理かも、うん、うん、全然この板のところまで行きはしないねえ筋トレもね、してる、してますよ最近、しっかりしてね、うん、筋力つけて、うん、でもここの筋とかすごいしっかりこうちょっとしっかり、ね、あんまり触んないでもらっていい血管もね、もうびっちり、いやいやいや、あんまり触んないでもらっていい？そうか。あ、でもほら、だいぶ、ああいいですね。いい感じで伸びてきました。うん。はい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 。いいですね。これだいぶでかくなるね。スープカレーやっぱりさ、うん、やっぱ少ないと大きい器にやっぱり野菜がいっぱいあってさ。器がね。あ、確かに確かに。大きいの作ろうとしてますね。いや、だいぶ来てますよ、これは。こんな感じ。あ、あっちゃんの顔よりも。あ。ファニー何いいですね、その器にカレーが入って、はい、そうですよ、食べてる人が笑顔になるように、はい、それでは、はい、私もやりたいと思います。最初がね、大変ですから。そうですね、では行きます。なかなかね、そう思ってる以上にね、うん、力入れていかない。どうですか？あのね、うん、力はやっぱ違うでしょ、うん、まあ、これ均一にこう入れるのがむずい、うん、見てたらね、うん、なんだ簡単な、何やってんだ俺なんて、うん、バカにしてたよ、うん、どくさいな見るとやるとじゃ偉い違う、ね、そうなんですよ、あ、もうほら割れてきちゃってるもん、割れてきた時はどうするの、水をつけて、水をつけて滑らかにする、あんまり薄くしないね、え、なんかもう薄くなっちゃってるもんな、割れる気しかしない、頑張って、は
乾くと割れてくるし、お水をつけすぎるとヘニャヘニャになる。そう、難しいんだ。これ難しいですね。なんか伸ばして分かった気になってたけど、うん、全然違う。違う。入り口だった。やればやるほどダメになってる気がする、ね。手を加えない方がやっぱりいいんですよ。そうか。だからこういじっちゃうから。うん。そのままが一番自然で。うん、だからここでやっちゃった方がいいんじゃないかな。はい、はい、来ました、やりました。小田作、はい、ですね、はい、自信のほどは、いや、これは自信作できました。いいですね、はい、これは美味しく食べれますよね、はい、いいですよ、はい、さあそして渡りが、はい、ドンとこちらですね。この2人やっぱ違っていいですね、なかなかね、うん、形が違って、これもいいですよ、無事に焼けるといいなという。そうだね、はい、さあこれも楽しみにしていただいて、はい、以上まず第1弾、はい、ということでございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。10時半になるっつってやっちゃう。いや、すいませんでした。やれるの必ずできるわけじゃない。ないんです。うわー、せーの、よいしょ。おお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 おこんな感じじゃないの。自然農業。もしやれるんであれば。やろうよね。ね、ちょうど株ってなかったんだけど。うん。